カオスエメラルドと共にスペースコロニーアークデか。何があるのか先に確かめてくれる。臨時ニュースをお伝えします。つい先ほど連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ、保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。また目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホッグではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。